日本新潟県新潟市中央区振興町。振興町は新潟県新潟市中央区の町屋座。定番を持たない単独町名であり、住居表示水し区域。郵便番号は950-0965。1957年から現在までの町名。現在の新潟市中央区振興町。元は出来島の一部で昭和初期に日本系金属が、 新潟工場開設のために信濃川を埋め立て、1941年にアルミニウム精錬工場が創業を開始した。1947年の地方自治法の施行に伴い、日本系金属新潟工場の復興にちなむ町名として新工場に変更。日本系金属の日系を光ると読ませ、新潟の新を冠して、 新しい金属であるアルミニウムを表す意味が込められた。日本系金属新潟工場は1980年までアルミニウムを生産した後、新潟東港工業地帯に移転。1985年に新潟県庁舎が跡地に移転。以来オフィス街へ変化した。北から東回り順に以下の町々と隣接する。信濃川を挟んで、関南町。 関谷大戦前、関心、川岸町と隣接。2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。